夜空に美しく見える月は日によって形が変わっていきます。月の形はなぜ変わるのでしょうか。今回は小学生も学習する内容をベースに月の満ち欠けについて考えてみましょう。さあ今村さん、はい、もうすっかり秋ですね。はい、涼しくなってきましたね、はい。まあ、そんな秋頃といえばやはりこうお月見をしたくないですか。あ、いいですね、はい、こう夜風当たりながら団子食べて月を見るっていう ね、はい、風情があっていいですよ。はい、なので今日はお月様のことをテーマにしたいと思います。はい、はい、いやちょっと待ってください。でも月、はい、なんか以前やったことはあるんですけど。ああ、そうですね。今日もですか。実はまあ、以前やったお月さんのお話は、はい、月のまあ大きさとか、うんうんうん、距離とか、はい、まあ、あるいはその月の模様の話とか、うんうん、まあ、月の基本がまあお話のメインでした。そうですね、はい、で今日は月の満ち欠け、満ち欠け、はい、どうしてお月様の形が変わるのかっていうことをテーマにしたいと思います、うん、はい、わかりました、はい、で当館阿南市科学センターでは、はい、センター理科学習というのがございまして、うんうん、はい、まあ、市内の全22校の3年生から6年生が理科の学習をするということをしています、うんうん、でその中で小学校6年生にこの月の満ち欠けのお話があるんです。おってことは小学校6年生の子を実際に勉強している内容を私も今日教われるってことですよね。そうです。おお、頑張ろう。なので、まあ、小学生の、ね、気持ちにな、はい、ぜひ帰っていただいて、まあ、帰って、はい、もう勉強めっちゃ必死にやってたあの頃思い出して楽しんでいただければなと思います、はい、頑張ります、はいはい、ではまずですね、今日は月の形や名前について思い出していきたいと思うんですけれども、はい、こちらをご覧ください。はいはい、いろんな月の形ございます、うん、はい、じゃあまずお月さんね、どんなにその日頑張っても見えない日があるんですが、うんうんうん、はい、その日にも一応月の名前をつけてます、はい、そういう日の月の名前なんていうか知ってますか。ほら、あれでしょ、黒いから、はい、漆黒月なるほど、ちょっと中二病感がある名前ですけど、はい、ありがとうございます。そういう感じで、はい、Cだけ合ってました。Cだけ合ってる、はい、惜しい、はい、実は新月と言います。新月ね、はい、はい、新しい月とね、新しい月、ね、はい、覚えました、はい、ありがとうございます、はい、でそこから実は日が経っていくとお月さんの形が徐々に変わっていきます、はい、ではこの細いお月さんの名前なんていうでしょうか。これは間違いないですよ、三日月ですよね。ありがとうございます。そうですよね、そうですね、はい、だいたいこう三日月と私たちは呼んでいます。あ、はい、では次、この半分だけのお月さんなんていうでしょうか。これはもう半分だけですから、もう半月、あれ半月惜しい、半月だ、はい、そうです、はい、半月と呼びますね。セーフ、はい、セーフ、いいですね、はい、では次、最後のこのまん丸のお月様は、はい、これはもう満月、フルムーンですよ。あ、いいですね、はい、日本語でも英語でも正しく言えました。正解、素晴らしいです。よかった、はい、はい、まあ、こういったお月様なんですけれども、はい、実際には月というのはこうやって球体になっています、うん、はい、そうですね、はい、ね、こういう天体なんですけれども、これに何かの光が当たってそれが反射して私たち地球に届いています、はい、で反射して光ってるんですが、うん、何の光が当たってるんでしょうね。はい、いやもうこれはもう宇宙系で光をガンガンに放ってるものといえばやっぱ太陽、はい、あ、ですですですよね、よかった、はい、当たった、その通りです、はい、太陽の光を反射して月というのは輝いています、はい、ではこちらの映像をご覧ください、はい、これは半月の写真ですけれども、はいはい、半分だけ光ってます、はい、では照らされているのは右側なんですけれども、はい、光は右か左かって言ったらどっちからやってくるでしょうか。やっぱり明るく見えてる方から光が当たっているので右側から当たっている、うん、なるほど、はい、その通りですね、うん、なので太陽は、まあ、この写真でいけば、まあ、きっと右側の方にいるんだなっていうことがわかりますね、うんうん、はい、右側ですね、はい、
ではそれを踏まえた上でですね、はい、こちらの絵をご覧ください、はいはい、これは夕方の空、太陽が西の空に沈みゆく頃の設定になっています、はい、そしてここが南、はい、こちらが東ですね、うんうんうん、はい、この時三日月はじゃあどこに見えるのかなっていうことなんですが、実はね、だいたいこうやって太陽の少し近くの南西の空で見つけることができます、うん、でこの時光っている側に太陽がいますね、うんうんうん、太陽から照らされていますよね、照らされてる、はい、じゃあ長谷川さん、はい、半月の場合はどうなりますかね。はい、照らされている方にいるので、うんうんうん、ここね、照らされてるから。なるほどなるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。正解や多分。実はね、照らされている方っていうのを考えてくれたのはすごくいいことです、はい、オッケー。ただね、方角がですね、この南の方の高い空に見えるんですよ。違うかった覚えました。でも今、はい、南の方ね、はいはい、でまあ、太陽がいる側がこう光っているということになっていますね、はい、うんうんうん、じゃあ次、満月はどこでしょうか。ほら、もうこんだけガンガン光っとったらもう太陽の近くでしょう、はい、あ、なるほど、ここ近いところにね、はい、満月は見えると。ありがとうございます。めちゃくちゃ近いところに満月はいるんじゃないかと、はい、そうです、はい、考え方、まずね、この照らされている、はい、よく照らされているので太陽に近い、まあ、なかなかいい線いっておられますが、ただね、見えている方角は、これは実は太陽とは真逆の東の空全然違うあたりにいるんですよ。なるほど、はい、満月で見えるときは本当にもう真逆の真逆にいるっていうことですね。そうですそうです、はい、まあ、こんな感じでですね、うん、月の形がこうって日によって変わると、お月さんの位置が太陽に対して変わっていきますね、はいはい、でこれがどうしてこんなことが起こるのかっていうことが、月の満ち欠けを考える上でとても大切なんです。はい、では次ね、こちらの映像をご覧ください、はい、これはですね、太陽、月、地球を宇宙から見た、真上から見たような絵になっています、はい、お月さんは常に太陽から半分だけこう照らされた状態になっていて、うん、黄色くなっていますね、はいはい、そして月は地球の周りをこのようにくる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 と回っています、うんうんうん、でこの時地球から見るとお月様の形がどんどんと変わっていく、はい、月の照らされた部分をいろいろな方向から見るので変わっていくわけなんですね、うんうんうん、はい、これが月の満ち欠けの仕組みです、はい、でさらっとね、教科書や、はい、まあ、科学の本なんかにも書いてあるわけなんですが、はい、今ので分かりましたか。私も今さらっと聞きましたよあ、そうだねぐらいの感じで、はい、まあ、なんかふーんって感じですよね。そうですね、はい、これ深く考え出すと実は結構難しいです、うん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 、なので今日はそういった皆さんの考えの助けになるような実験をしていきたいと思います、はい、でまず使うものなんですが、まあ、さっき皆さんに見ていただいたこういった地球、月、太陽を真上から見下ろしたような絵のシートを使います、はい、それからこれ何でしょうか。月、そうです、はい、半分だけね、黄色になってて半分だけ黒になってますけど、まあ、要は光っている部分と影になっているんですね、うん、で、まあ、こういったものを例えば1番の位置に置きます、はい、まあ、そうすると太陽の光が常に当たっている部分と影になっている部分ができます、はい、でその時地球から月を見るとどんな形に見えるのかっていうのは、はい、この鏡を使えば実は観察することができます、はい、まあ、地球の位置に鏡を置きます。では長谷川さん、月どうなってますか。月がよお真っ黒お、ということは形は新月。そうです、その通りですね、はい、では前の黒板に記録をしてください、はい、1番にあるときはこういうふうに見えましたので、はい、これを記録したいと思います。はい、新月ですね。はい、素晴らしいです、はい、では次、くるくるっとお月さんが回っていって2番の位置までやってくると、はい、地球から見た時どう見えるのか、はい、ちょっと実験してみますね。はい、はい、そして鏡を見るとどうなりますか。お、これはですね、はい、三日月に見えました。はい、ありがとうございます。で
左側の方が、うんうんうん、はい、こんな感じで黒くなってましたね、影になってますね、はい、はい、こうやってお月さんが徐々に動いてくるとだんだんと光っているところが地球から見えるわけですね、はい、では3番の位置までお月さんが回ってくるとどうなるのか、はい、見てみてください。よいしょ。あ、これは右側の方が半月、半分の形に見えて、左側が黒かったですね。なるほど。はい、この形に見えました。はい、ちょうどいわゆる半分のお月様、半月になるわけですね。はい。はい、で、まあ、実際の写真で見るとこのような感じになりましてね、うん、はい、まあ、こういうお月様、半月なんですが、はい、上弦の月とも私たち呼んでいます。上弦の月、聞いたことはありますけど、はい、これを上弦の月って言うんですね。そうなんです。へー、はい、でですね、まあ、こういったお月様、うん、また4番の位置まで回ってきますと、はい、形がどうなるのか、はい、ぐるっと回ってきました。はい、どう見えますか。よいしょ。お、だいぶ明るくなってきましたよ、うんうん、右がこんな感じで、ほうほうほう、左がもう影がね、だいぶ 黒みがちょっと出てきましたね。はい、はい、こんな感じ。半月からは少し太った状態になっていますね、はいはい、では、はい、5番までぐるっと回ってきたらどうなるのか。いよいよ来ましたよ。そうですね、なんかこうなんとなく予想もできると思うんですが、はい、実際に見てみましょう。はい、実際に見たら、あ、来ました。はい、満月でございます。そうですね、はい、はい、この時に満月となるわけです。はい、まあ、よく見ると太陽、地球、月がこの順番で一直線に並んでいますね。はい、太陽の光を正面から受けているのを地球から見ることができるので満月になります。はい、でちょっと地上に視点を戻してみましょう。はい、西の空に太陽が沈みゆく頃、うん、満月はほぼ東の空で見えます。はい、方角でいくと真反対ですね、うんうんうん、はい、宇宙から見た時も地球に対して太陽と月の位置というのは真反対になってますね、うん、本当だ。はい、まあ、なので、地上から見たときもそのように見えるわけなんですね、うんうんうん、はい、では、はい、次6番の位置までね、お月さんがこう回ってきたときなんですが、はい、はい、どのように、はい、長谷川さん見えますかね。はい、あ、またね、欠けてきましたね、これ。あれ、欠けてきましたか。欠けてきましたね。でも欠けてるのはさっきと逆側が欠けてますね、はい、そうですね、はい、はい、影の部分が4番とは違いますね、うん、はい、はい、ってことは、うんうん、こうどんどん動いていくにつれて、まあ、これはあくまで予想なんですけども、はい、こうなっていくということですよね。いいですね、はいはい、実際にこれをね、実験をしてみると分かるんですが、はい、おっしゃる通り予想通りで、うん、このようにどんどんと今度は右側からかけていくというふうなお月さんになっていきます、はい、うん、で面白いのがですね、はい、特にこの7番の位置の時なんですが、はい、どんな風に見えるのかっていうと、うん、本物の写真はこちらのようになっています、はい、はいはい、また半分、はい、半月ですね。そうですね、はい、同じ半月なんですけれども、うん、右が明るいのか左が明るいのかってやっぱこうちょっとした区別が必要ですよね、はい、なので先ほどのこの3番の位置にいたときは上弦の月という名前があったように、はい、7番の位置にいるときは下弦の月と呼んでいるわけなんです。ネーミングが変わるんですね、はい、一応ちょっとね、こう区別をしています、うん、なるほど、はい、そんな感じで、まあ、一通りね、この月の満ち欠けを今見ていただきました、はい、大体これね、月の満ち欠けが繰り返す時間なんですけどね、うん、29.5 日と言われていまして、うん、はい、約1ヶ月ぐらいかかるわけなんです。なるほど、はい、なので昔はですね、そういった月の満ち欠けを使ったカレンダーも日本では使われていまして、うんうん、月と日本人の生活というのはとてもね、関係が深かったわけなんですね。なるほど、もう今晩も月見ますよ。はい、ぜひ見てみてください、はい、ぜひ皆さんも見学の方してもらいたいと思います、はい、ということでコスミのサイエンス TV いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。